はい、タンタンです。本日はですね、今店頭で販売中の3本オベーションのアダマスを、順番に引いていこうかなと思います。まずはオベーションのスーパーアダマス2087、2008年製の、こちらですね、レッドカラーの片側のね、レポレットが片側のタイプのシングルカッターウェイのタイプで、ヘッドはスロッテッドヘッドっていうね、かなり珍しい仕様でございます。こちらですね、スーパーアダマス2087、ピックアップは、オベーションの VIP の、ピックアップとなっておりまして、ディープボールの、ね、こういったこう形状がついたボールバッグになっております。まず1本目ですね。スーパーアダマスの中でもスロッテッドヘッドっていうのはかなりレアな個体でございまして、状態もめちゃくちゃいいです。今日ご紹介する3本、状態は非常に素晴らしいコンディションでございます。トップコンディションもすごい、どれも、ね、良好でございまして、非常にいい個体ばかりなんでございます。で、2本目がですね、こちらオベーションのスーパーアダマスの1587-9、ね、こんな感じの、こちら、ね、ダブルのエポレットになっているシングルカッターウェイのモデルでございまして、ピックアップは OP24 ですね。ここにバッテリーが入るタイプですね。ディープボールバッグになります。こちらはね、この装飾のこう細工の入ったスーパーアダマスのヘッドね、ソリッドヘッドになっております。これが1994年製の個体となります。鳴りがね、違いますよね。こちらはかなりレアでございまして、状態ももちろんこちらも素晴らしいコンディションでございます。で、最後がこちらがですね、オベーションの、アダマスの WT ウッドトップモデルですね、の2081WT の VN というモデルになります。で、一番の特徴としてはボディトップですね。こちらがトリプル A グレードの、スプルストップになっているというところが、特徴でございます。でもシングルカッタウェイでシングルエポーレット、ピックアップは、オベーションの OP プロスタジオという、ね、モデル。
ディープボールのバッグですね。こんな感じでございます。全然違ってですね、非常にボリュームのあるサウンドが楽しめますね。かなりね、ボディトップのこの違いだけでも音の違いっていうもちろんあるんですけども、それぞれ、まあ、年代も全然違いますけれども、良質な個体が3本ちょうど揃っておりましたので、弾き比べさせていただきました。ぜひですね、店頭でお試しいただければなと思っております。そんな感じで本日は、オベーション3本ご紹介させていただきました。お問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。